洗っちゃいけないというか、洗わない方がいいというか、清潔に保つことってどうしたらいいのかなっていうのを聞きたいなと思って、はい、男の子はね、その被ってる向いてとかっていうことなんですけど、うん、女の子の場合は普通に洗っていいと思うんですけど、一つ、まあ、これは子供から大人も全て言えることなんですけど、膣っていうこう穴が開いてる場所なんで、外からそのバイ菌とかがこう侵入しやすい、バイ菌がその外から入ってきた時に外からのバイ菌に対してその戦ってくれる菌がデーデルライン環菌っていうそのいい菌がいるんですよ。中をきれいに洗いすぎるときれいにしてるつもりが逆に汚くしてるみたいな、